メフメット・イスマイルシェフは、アルバニアの共産主義者、軍人、政治家。1948年から1981年まで、アルバニア労働党中央委員会政治局員。1954年から1981年まで、アルバニア人民共和国閣僚会議議長。日本語では、シェフ、シェーフとも表記されることもある。 アルバニアの共産主義政権において、長く最高指導者、エンベルホッチャに次ぐナンバー2の地位にあったが、1981年に謎の死を遂げた。オスマン町に忠実なイスラム教のイマームの家に生まれる。農業学校を卒業するも農務省への就職が、叶わず、奨学金を得て、イタリアの軍学校へ進学。共産主義的思想からそこを退学させられてから、 アルバニアへ戻って、士官学校に席を置くが、スペイン内戦の勃発から、国際旅団に加わり、共和国側に従軍。内戦が共和国側の配食農耕になると、フランスに脱出し、逮捕、投獄され、さらに、イタリアへ移送。そこで、イタリア共産党に入党する。1942年に、イタリア統治下のアルバニアに入り、アルバニア共産党のパルチザンに加わる。 翌年には中央委員候補になり、特に敵対勢力への残忍な態度で知られて突撃手段を指揮するまでになる。1944年にアルバニアがナチスドイツの占領から解放されると、シェフーは参謀本部長に就任、一時期モスクワで教育を受け1947年に内務大臣で、 指導主義者だったコチソクセの粛清で、当時の首相エンベル・ホッチャの右腕となる。これに伴い人民議会副議長となり、翌年にはアルバニア労働党政治局員副首相に就任。1954年にホッチャの公認として首相になる。首相として、シェフはホッチャに次ぐ権力を維持し、アルバニアがソビエト連邦と対立すると同じ反ソ連の立場から、 中華人民共和国との関係強化に尽力した。これに伴い、中国から援助を受ける一方で、中国の国連代表権問題では1971年に提案したアルバニア決議の取りまとめにホッチャと一緒に奔走し、中国の国際的立場の回復に一役買った。しかし、中国がアメリカに接近して、反共的な国々と国交を樹立し始めると、 ホッチャは中国に反感を持ち1981年には関係を断絶し同時に唯一の頼りであった中国の援助をも途絶ホッチャがいわゆるホッチャ主義を唱えるルーマニアや北朝鮮などとも対立し始めるとアルバニアの孤立化につながるとシェフーは危惧しホッチャの言動に反感を持つことになったとされている一方でホッチャもシェフーが 自らの地位を脅かしかねないと警戒し、シェフの息子がアメリカ合衆国で反共運動に関わっていた女性と結婚したことも、ホッチャの再疑心を強めることになった。1981年12月17日、シェフは不審な死を遂げている。公式には権力闘争での疲れに伴う神経衰弱による拳銃自殺と発表されたが、それに先立ってホッチャが、 シェフーに引退を促しておりこれを拒否した。シェフーが粛清に巻き込まれたと次男のバシキムが証言している。この死の直後に、妻子も逮捕されシェフーの遺体も荒れ地に乱雑に埋葬。シェフーは、地党主義者であり CIAKGB ユーゴスラビアのスパイで人民の敵として大々的に球団されて、公式の記録からは抹殺された。共産主義政権の崩壊で、遺族はようやく釈放され、 行方不明だった遺骨は死亡から20年ほど経った2001年に見つかった。1941年、アルバニア共産党として創設。1948年解消。1976年からは、アルバニア社会主義人民共和国。ボッシュキムシュ臭バルセロナ。2018年8月1日閲覧。ありがとうございます。